一つ、はい、角で、はい。ちょっといただきます。モータロハイボール。桃の風味というかフルーティーな感じのハイボールでございます。いただきます。うん、うまっ。うん、
こちらに茹で中に入れて。で揚げます。ここで揚げます。アルミ入れて下に落として売ります。はいはいはい。もともとはお土産屋さんからのうどん屋さん。そうですよ。はい。で居酒屋さんというかハイボール酒場になったのは平成23年の11月1日。これなんでうどん屋さんからそういう居酒屋さん、結局うどんといえば讃岐うどんというのが定着しすぎて、駅前いうのはいろんな他県が来られるので、はいはいはい、ちょうどまあどこが来てもこの程度ならそこそこ良かったいうのがコンセプトであった。なるほど。たくさんもううどんじゃ食えんぞ。なるほど。ちょうどハイボール酒場いうのがサントリーの当時の担当者がいうので、そこからまあいろいろ企画をして、これが、なるほど、普通のうどん屋さんでは見ないような、はい、見ないし、ほぼできないんです。もっと分厚くしたらもう何でも言えばいいんだったらできますけど、できない。ありがとうございます。いただきます。出来たての、負けるようなことはないんだけども、ただ場所柄とか時代がな、うどんだけで大げさな、はい、すいません。はい
そういうことか、はい、なるほどね。おお、僕はね、もともとあの散髪屋の、はい、なんですよ、ここは元の、ああ、散髪屋の、ね、部屋、場所だったってことです。散髪屋の後でここへ住んどったんです、人が。あ、なるほど。おお、おお、なるほど。よいしょ。違うの、ずっとハリウッドさんとか。はい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 。はい、ありがとうございます。おお、なるほど。これがずっとあの商店街の奥の方。あ、はい、ありがとうございます。おお、あ、これが駅前から見えるこの看板が。これが僕の。おお。あ、はい。あ、なるほど、こういうアーケードの上がこれ避難通路なんで、はい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 、3階の下の部分からは3階が降りて、ここから向こうへ渡れば、あの避難通路から、あ、なるほど、どこでも行けれるような、あ、ちょっとずっとあれですね、ここまである、いいですね。でもこの眺めがなくなっちゃうわけですよね。そうです、上の眺めというのはあの、まあ、我々その上がれる、一部上がれる人しか見れない、と悲しいですね。だからもうこの建物っていうか、もう向こうとかも全部向こうから向こうから全部さら地になっちゃうわけですよね。先にあの駐車場棟から作りましたベルカのところ、はいはい、でその次に三好の山のところまで壊して、ここはそこのあの大福ドラッグの隣の、はい、トリックカラー屋さんまでが第2期工事で、ああ、はいはい、でそこはまあこれ、何でかなんか作って、そこをなんか借りの事務所みたいに作って、で、マンションと、ここはホテル。ああ、なって。このところに関しては、あの、あれなんですか、あの、公園というか、空き地。空き地になる。ね、もう、なんか、さら地みたいなスペースができちゃうっていう。そういうことですね。だから、ここへ、まあ、樹木があったりとか、まあ、いろいろ、ガーデニングみたいな。するんではなかろうかいの今の説明ではそういうことです。はい、というわけでね、今日はのんきぼさんに行ってきたわけですけども、47年の営業ということで、でお土産屋さん時代から含めると49年と、であともうちょっとしたらね50年ということなんですけど、やっぱりこのね東口のこの駅前のね立ち退きの関係で閉店しちゃうということで、すごいね残念なんですけど、懐かしののんきぼさん、今週の日曜日に閉店、3月20日に閉店です、12時までやってるんですけども、最後のなんかフィナーレみたいな感じもやるそうなので、集まれる方はぜひ集まってください、まあ、もしかしたら僕もね行くかもしれません。はい、というわけで長い間ありがとうございました。チャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。